はい、こんにちは、こんばんは。今日の動画はですね、米津玄師の新曲キックバックの MV が出ました。 MV のリアクション動画についてはまた別の動画で出てると思うので、ぜひそちらを見ていただけると嬉しいんですけど、今回それとは別に終わった後にね、 MV の上映が終わった後、プレミア公開が終わった後すぐからやってたライブ配信でですね、視聴者の方と一緒にいろんな、ね、情報を、ね、引っ張ってきた今回の、ね、3分47秒という短い映像の中に何が含まれていたのかっていうのをたくさんね調べてきたのをね、情報としてまとめたワードのファイルを用意しました。なのでぜひ、それをね皆さんと一緒に、調べてというか共有していきたいなと思ったので、やっていきたいと思います。今回の動画めちゃくちゃ長くなると思います。ただめちゃくちゃ濃い内容になっていると思うので、ぜひ最後まで見ていただけると非常に嬉しいです。まずですね、米津玄師のキックバックの MV、についてですね、いろいろこれ順不同です。順番通りじゃないです、順番通りじゃないですが、かなり正確な情報たちが揃っていると思います。うちの、ね、視聴者の方々みんな情報通なので、そういう人たちからね集めてというか、皆さんで、こんなのあった、あんなのあったって振り返りながらね、書き出したメモになってますので、ぜひ、ね、一緒に見ていこうと思います。で、この本当にコメント欄が出てる、これからコメント欄が出てるのも配信終わりそのままの状況でやっておりますので、ぜひそのまま行こうと思います。はい、そもそもの話、今回の MV 米津玄師が出てきたんですけど、それだけじゃなくて常田大輝も登場してました。これ非常に素晴らしいですね。本当常田大輝も入ってました。常田大輝が入っていただけじゃなくてですね、米津玄師のまずそもそも入りからね選択してるんですよ。米津玄師なんでか知らんけど選択してます。その次か知らんけど、ムキムキの腕が出てきてですね、ムキムキの腕をなんかこうバコって外す前になんかボクシングで常田大輝の横バーンって殴って、ボコボコにしてましたね。で、パルクールって分かります？障害物乗り越えるみたいなのやってました。で、そもそも米津玄師が走ってるってとこもこれもまた特徴的なところかなと思いましたね。で、米津玄師最後なんかちょっとボソッとセリフっぽいこと言うんですよ。みたいなこと言うんですけど、その後ツッって言って切れちゃうんですよね。そのツッっていうのはその先何だったのかという話なんですけど、まあ、おそらく常田大輝さんですかみたいな、そういう問いかけだったんじゃないかな。そのツッで切れたんじゃないかなっていう話です。で、カツラ、おじさんのね、カツラ取った人がいたみたいな話もあったみたいですね。で、真顔で全力筋トレしてましたね、今回。ベンチプレスとかやってたし、足の筋トレとかもやってましたね。で、それは常田さんは、片腕で軽々と涼しい顔して、その重いであろう、その器具を持ち上げてましたね。もしかしたら発泡しておるなんじゃないかっていう説は僕はちょっとあるかなと思ってるんですけど。で、そもそも運動のイメージがない米津玄師が滝汗かいてました。これもすごくね、すごいとこかなと今回思いましたね。で、最初の方のシーンで、洗濯したあたりのシーンで、コーラを、ね、みたいな飲み物をこう、自販機から出すんですけど、その自販機と米津玄師の身長比で、またなんかすごい、でかすぎるんで、米津玄師みたいなのもあるんですけど、まあそれはもう置いといて、コーラをね、プシッと開けたらまた爆発するんですよね。もうどんだけ振ったんだよ、みたいなね。で、また、順不動で飛んで、車に轢かれるシーンがあるんです。バーンってめっちゃ 2、3メートル飛ぶんですけど、その後、何事もなく、スチャってね、なんか着地するんですよね。で、なんか引かれたところがなんかアンビリーバーズのところになんか似てるらしいっていう話も視聴者の方からいただきましたね。で、あと縄跳びもしてました。で、プロテイン飲んでました。で、そのプロテイン飲んでるシーンが胃の中にプロテイン流し込むんだけど、その胃のなんか映像みたいなのがなんかトム・ジェリーのなんかね、トムとジェリーのね、アニメの映像っぽかったですね。なんか僕はそんなような印象を持ちました。で、自販機の番号、歌詞の中でも4443みたいな歌詞が出てくるんですけど、2サビかな、そのあたり出てくるんですけど、自販機もちゃんと4443って外れてましたね。細かい演出だなっていう感じになってますね。で、草原に出ていくシーンがあるんですけど、そこにね、風車、風車が出てくるんですけど、米津玄師のインスタのストーリーでね、パッて写真が乗っかってきてたんですよ、以前。いや、その写真のね、匂わせとか気質だったのかなっていう感じですね。で、今回の MV 総じての話なんですけど、視聴者さんからいただいたコメントで僕めちゃくちゃ共感したので、ここに入れてあるんですけど、なんか関連の MV 初めて見た時みたいな、このバチバチって衝撃が走る感じが今回はしました。もう毎回そうなんですけど、まあ、僕らリスナーのね、予想の斜めを行くことをやってきてくれる米津玄師、本当に感謝してます。ありがとうございます。で、次、最後の競争のシーンがあるんですけど、その競争のシーンで、なんか周りとのなんか身長差がマジでえげつないことになってたっていうのと、あとその最後ね、みんなうわーって一生懸命走ってくるんですけど、米津玄師は脇からロケバスみたいなのから降りてきて、はいはいはいみたいな、走って出てくるみたいな、ズルしてましたね。で、最後、常田さんの、さっき米津玄師が常田さんですかみたいな話しかけるシーンがあったっていう話だったんですけど、その時になんか監視カメラの映像にパッと切り替わって、その映像だと常田さん映ってないみたいな、だから常田大輝幽霊落ちっていう今回のね MV の締めでしたね。
で、一部の映像のね、古めのなんかちょっと古めかしい感じのエフェクトが入ってて、ちょっとなんかこう最新のビカビカキラキラって感じとはまたちょっと違う良さがあったかなっていう風に今回感じました。で窓ぶち破り禁止って書いてあるんですけど、なんか窓ぶち破って走ってねパルクールしてる米津玄師も見られました。またおそらくスタントマンの方だと思うんですけど、まあ、一応そういう感じですね。で、常田大輝の乗るスポーツカーと走る米津玄師で競争するシーンがあるんですけど、そこで常田さんが乗ってる車のナンバーが YKKB の2の8番っていう車に乗ってるんですけど、これ YK っていうのはまず米津玄師の YK なんですよ。その後僕ね、 K はもうこれも玄師の K で、で B は8に見立ててるんじゃないかと思ったんだけど、これ違いました。 YK は米津玄師まで合ってるんだけど、あの KB はキックバックでした、ね、これキックバックの、ね、略でしたね。で2が常田大輝の2でしたね。でその8はもうあのボーカルの8という感じになっているみたいです。これ僕のね一回コラボしていただいた差し出されたレーズンパイさんという方がね、うん、教えてくださいました。まあおそらくこれで正解だろうなという風な感じですね。深読みがすごい方です。本当に面白いですね。で影武者の人は最後のなんか、ね、競争のシーンとかでもいっぱい出てくるんですけど、影武者剣士いっぱいいました。なんかその中で僕は第一印象としてなんか藤井風っていうアーティストがいるんですけど、超有名な素晴らしいビッグなアーティストがいるんですけど、その人によく似たような人が出てきたシーンがあったかなっていう感じがしました。次、シャウトしてるシーンね、胸の中っていうそのところでシャウトしてるシーンがまだ印象的だったっていう視聴者の方もいました。確かにめちゃくちゃ口上げでわーって歌ってるシーンでしたね。曲目ロゴ、まあ、サムネイル、今回の関連じゃない、キックバックのサムネイルになってるとかめちゃくちゃ印象的だなと思ったんですけど、なんかね、ウマーベラスって検索すると、なんか曲だか団体だか分かんないんですけど、その動画が出てきて、そのサムネイルにすごい、なんかインスパイアされてるというか、オマージュなのかなって思わせるような、今回のサムネイルになってました。で、さっき言いました、ムキムキになった米津玄師が、なんかボクシングで、そのなんか、殴るんですけど、こう、なんかこう、なんて言えばいい、そういうの、わかんないけど、そういうのなんて言えばいいのかわかんないけど、そのなんか、こう、人じゃない、こう、なんか、ね、練習用のターゲットみたいなのを殴るんですけど、それを常田さんがこうやって一生懸命やってるのを米津玄師一発でバコーンつって、圧倒するみたいなシーンがありましたね。で履いてる靴、今回米津玄師がねナイキ履いてたらしいんです。ナイキのベイパーマックスプラスっていうのを履いてたらしいです。なんかいつも履いてるフラミンゴのなんか時も履いてたらしいですね。お気に入りの靴らしいです。で常田さんはアディダスを履いてたと。でこれなんでアディダスなのかっていう話だと、常田さんはなんかアディダスとスポンサー契約してるからアディダス履いてるみたいな話らしいです。ちょ僕は詳しいところまでそこまで把握できてないんですけどらしいです。で冒頭でなんか手にバーッみたいな、なんか念能力みたいな力みたいなのを込めるシーンがあるんですけど、それがね、なんか印象的でしたね。で、念能力って言ったらハンターハンターですね。で、なんかチェーンソーの音が出てくるんですけど、それはハスクバーナ445っていうのが使われてるらしくて、これがあのチェーンソーマンのアニメに出てくるタチタって言われてる犬みたいなやつがいるんですけど、そいつのモデルになったと言われてるチェーンソーらしいですね。でバレンシアガのジャージ、最初の冒頭のシーンで着てるんで、ジャージ着てるんですけど、それがバレンシアガのジャージらしくて、16万するのするらしいんですよね。すげえ。で、最後、米津さんに押しのけられてた人たち、競争する人たちいっぱいいる中の、おじさんの中にボブさんって人がいるらしくて、僕全然知らないんだけど、リビングデッドユースの MV の時のパジャマ着たおじさんが、そのボブさんらしいです。っていう情報を今一通りまとめさせていただきました。まあ、駆け足で行ったんですけど、まあ、今度ね、また、分けてね、順番通りにしたやつとか、まあ、余裕があったらやろうと思うんですけど、今回はね、ちょっと、駆け足でいろいろ自分不動だったら、分かりにくかったかもしれないんですけど、一応やらせていただきました。今回の動画は MV のね緊急のねまあ、内容まとめという感じでやらせていただきました。面白いなと思ってくれた方でよければね、いいねボタンとあとチャンネル登録ね、ぜひまだしてないよって方、新規の初見さんとかいたらぜひねチャンネル登録していっていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあ今日の動画これで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。僕は寝ます。おやすみなさい。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。